おはようございます。おはようございます。金欠中の昼間です。金欠はい、今日はですね、小道具をたくさん用意してるんですけど、はい、これです緑のタヌキ。タヌキ、今日はタヌキを、作ろうということで買ってきたんですよ、キラコリこのためにこのために、このために今日は、緑のタヌキで、はい、行きたいと思います。お湯をまず沸かさないといけないですね。タヌキは、はい、私実はあんまり好きじゃなくて、あんまりやったことないんですけど、うん、まあ、今日は私なりに、まあ、過去の失敗をですね、反省してすごいものを作ろうというつもりなんで、これ正しいかどうかわかんないんですけど、私なりのやり方がこういうやり方ですという紹介ですね。はい、でこれがね、私が唯一持ってるタヌキなんですけど、はい、去年のお祭り出してみんな見るんですけど、結局売れなかった、まあ、かなり高額な金額を出したつけたんで、売れたら焼肉行こうって言ってたやつなんです、売れなかったんですけど、はい、でこれがタヌキで、ここからですね、タヌキっていうのはだから、タヌキってやつですよね、はい、枯れたシャリにタヌキをくっつけるんでタヌキがタヌキになったという勉強になりますよね。勉強になります。そういう話ですね、はい、これがですから別の細い心拍をここからくっつけてるわけですね、はい、でこれがなんでダメかっていうと、いかにもこのシャリにくっつけたような、うん、ポコンと乗っかっちゃってるんですね、うん、はいはい、でさらにもっと悪いのは、悪いとこいっぱい行っちゃいますけど、ここ隙間空いてるの見えますかね。そうですね、うん、ここはでね、中に釘が入ってるのも見えますかね、うん、釘見える。あ、1箇所ありますよね、はい、ここ釘を打って止めたにもかかわらず浮いてきちゃったと、うん、離れちゃったというところが、まあ、いかにもつけたよという感じが見えちゃうということなんで、はい、まあ、本来これやるんだったら、例えばここら辺一回傷つけてですね、皮傷つけて、もっとごまかせるとか、ここ、ここ丸くくっついちゃってるんで、この際が、なるほど、この辺一回やってみようかなと思うのは、彫刻刀みたいなの削ってみてやるのと、ここはですね、もう一回ジャッキかなんかでギュッとくっつけておいて、もう一回くっつけると、釘を打つと、釘っていうのはビス打つんですね、後でやりますけど、はい、そのことやっていきたいなということで、これは前回の反省ですね。新しく今回やると。そうですね、別のものをやろうということで、はい、ちょっと小さなばっかりありましたんで、はい、変わったものをやろうかなっていうことで、うん、ありがとうございます。で、本来はですね、針につける形に合わせて針金をかけて癖をつけておいた方がいいんですね、はい、で実はですね、これなんですけど、タヌキ嫌いと言いながらこれはね、私は山木だったんですけど、何ですか、枯れちゃったんですよ。この辺がすごい面白かったんですけど、もうタヌキを作ることを目的にシャリをお湯をつけて針金かけて形を作ったと同時にですね、こういうのも用意したんです。これここ鉢にこんな風に入るんですね。この辺からこう心拍で水水が入ってきまして、ぐるーっと回って、これはねちょっと中行くかどこ行くかわかんないんですけど、これはですね、これをこういうイメージで、あ、こっちの方が見やすいかな、こういうイメージで、はい、こういうイメージで作っていこうと。なるほど、いうことで、すでに針金を曲げてある、曲げてあると、はい、こんなイメージですね、はい、食い込んでるから随分前にやったと思うんですけど、もう癖ついてると思うんですけどね、あのタヌキあんま好きじゃないと言いながらも一応こんなのを作って本来はこんな風にやっといた方が、ここは多分ね、いきなり曲がんないと思うんですよね、はいはい、つける時にね、なんで癖つけといた方がいいよという話で、これを今日はやる、それでこれをやるんですね、はい、でいよいよやるもの、あ、これじゃないこれじゃないこれじゃないらしい。これじゃない。今日は準備が大変でいろいろありましたんで。で、今日はですね、これなんですね。これは立派なんですよ。これすごい硬い木で。実はこれはね、あるプロの方からいただいたもの。これできたら50万になるよって言われた。で、先ほどちょっと失敗したっていうのが、上にシャリを乗っけたような感じになっちゃったんですけど、ここはもうすでに溝が掘れてるということで、今ここ上行ってると思うんですけど、はい、私の希望はですね、ここら辺から入っていって、この先端じゃなくて、そうするとこのシャリが外側に見えますよね、うん、ここら辺から入っていって、ここはですね、ここに入って、ここに、あ、そっちに、うん、ここに入ってこっちから出てくる、頭をこれに作りたいっていうイメージなんですね。そうすると水水がこう粘点する、はいはい、ひとひねり10万円が実現するわけですね。このまままっすぐ行っちゃうとそのままできちゃうんで、ということでイメージはちょっとここ掘れちゃってるんですけど、これから斜めにしていくということで、ちょっとマジックで線を引きたいと思います。でも今ある掘ってあるところも生かすってことですね、うん、いやいや、これはだから掘れちゃってるんで、はいはい、ここはもう痛み気つくしかないですよね。
細く削り直す。ここから、板引きみたいにして、これは埋めちゃうしかないですね。どっちか削って。大変だ。こっちそうですね。この辺は、こういう感じかな。こっちは、この溝に入ってきたいですね。はい。はい、これ なんでこうやめたのかわかんないですけど。もらったんですよ、ね。もらったんですよ、ね。文句言ってんの、ね、先生のプロの文句言って。で、もし、時間があれば、上からまでしちゃおうかなと。なるほど。木は？そう。あ、ごめん、木で。これもね、昨日ラッキーだったのは、木はこれですね。あ、ちょうど良さそうな。ちょっと硬いんですよね、うん。ちょっと曲がるかどうか。ここはね、鉢がぶつかっちゃうんで、困ったなと思ったんですけど、そしたらなんとね、うん、そうすると、まあ、この枝使うかどうかわかんないんですけど、この辺に切り込みを入れてここにくっつけられれば、うん、ちょっと硬いんですね。まず掃除とこのシャリですね、はい、はい、をやっていきたいと思いますんで、こっち先掃除しましょうか、はい、はい、結構長いですよね。もうこれ多分長編ですね。長編ですね。一回ここで切りますか。まだ仕事してない、ね、さすがに。さすがに。といらない枝をですね、切ってこんなにいらないんで、はい、はい、ちょっと整理していきますね。弱い枝とかですね、うん、そういうやつは取っていっちゃって、いつもの剪定と同じ。あ、そうですね、枝分かれですね。枝分かれをきれいに、で、こういうのも使えないんで、はい、特にタヌキだからこれを変えるとかは。やるのはですね、そしたらね、この先端は取っときます、はい、あ、要は元気つけて。なるほど。元気つけて枝を作っていかなきゃいけないんで、太らせたいっていうのもあります。そうですね、太らせたいっていうのもありますけど、枝を作っていかなきゃいけないので、枝になりそうなやつだけ残して、枝ばかりきれいにしてですね、やっていきたいと思います。はい、とりあえず剪定が終わりまして、まあ今更なんですけど、いい発祥のものを選んだ方がいいです。はい、剪定つけるんで。で、一応ね、ちょっとこれ元気ないんですけど、糸魚川は糸魚川の庄だということなんで、まあちょっと詰まってるんでね、元気ないのもあるんですけど、これ鉢を後で緩めてね、はい、元気つければもうちょっといい鉢になってくるかなって。で、剪定が大体終わって、こう枝の分かれが見えるようにできまして、あとね、幹をね、ちょっと磨いておこうかなというふうに思います。はいはい、で、これだけ、きれいに磨いて、一応こっちの方は準備完了と、はい、はい、いうことです。じゃあ、ちょっと見ていきますんで。とりあえず、こちらの掃除が終わりまして、はい、はい、幹もですね、こういうデコボコしてると後ろに当たっちゃうんで、これ取りました。で、これ完成ですね。で、いよいよこれですけども、まずここですね。ここのところをずっとこう掘っていって、で、あとここですね。いきます。で、道具がね、2つあって、この大型のやつと、こういう、これは市販でよく売ってるやつなんですけど、はい、とりあえずは大きくやりたいんで、こいつでガリガリやりたいと思います。危険なんで、あ、ごめんなさい。いや、大丈夫です。手袋と。手袋と。これは。エプロン。エプロン。はい。フェイスマスク。フェイスマスク。小道具を用意してまいりました。危険なんで、はい、防護しないといけないですね。なんかこれ目に当たるんだけど。うん、もうちょっと下じゃないですか。あ、こうですね。そう中に入ってますね。そう。で、手袋があれば、本当はね、ナイロン製 の削ってもね、カッターとかも切れないようなやつがいいんですけど、一応滑り止めっていうことで、はい、で、これがあれば大丈夫。木片が飛んできても刺さらない。刺さらない。はい、やっぱそのデニムぐらい硬いエプロンがいいのかもしれないですね。そうですね、これぐらいいいですね。頑丈なペラペラなお料理のやつじゃダメですね。根菜キュッと書いてますね。そうそう、これが命を守る、命を守るエプロン。ちなみにこの辺も売ってます、実は。あ、これも？あ、そうなんですか。売れたことないですけど、これは売ってる、一応販売はしてるってことですね。最近商品追加したんで。あ、なるほど。じゃあ行きたいと思います。お願いします。はい、寒いんですよね。風がずっと吹いてまして。どうですか？まあまあ、今のところ予定通り。
もうちょいですね。結構パワーありそうな感じでしたね。ありますね。ただこれが入るかなっていうね、本当に角度的にこう削んなくちゃいけないですよ、こっちを。結構もう硬いんですよね、この木は。硬いんですよね。この動画がもしかしたら、できませんでした。終わる可能性も終わるかもしれないですね。ありますので。ありますね。皆さんドキドキ、ハラハラしながら、ね。そうですね。この辺が邪魔ですね、どっちにしてもね。うん、崩さないといけないですね。うん、崩しちゃうか、後でね、植え替えるとき。引き続き、はい削っていくと、もうちょっと。削っていきます。はい。はい、ちょっとどうせ植え替えしちゃうんで崩しちゃいましょう。これで。あ、受けた。販売中。久しぶりに。ここだから、まあ枝がね、ここら辺使うかどうかわかんないんですけど、はい、こっち側とこっち側、うん、これにちょこんと作って、これを前に来て、なんで、ここら辺がちょっと邪魔ですね。はい。はい、崩して。はい、植え替えの時期。ですね、うん、それ。そうそうそうですね。確かなんか宣言してましたよね。あ、実は3キロ。あのね、1月食べ放題行ってピークの時からすると、はい、実はこれでも痩せてるんです、ね。これでも痩せたんですよ。実は 5キロでしたよね、もう。あ、5キロですね。あ、5キロか。5キロか。じゃあダメだ。さあ、そっかそっか、3キロだと思ってた。はい、5キロはね、まだもうちょっと時間ある、ね。まだもうちょっと。あ、はいはい、じゃあもうちょっと頑張ります。2キロぐらいならね、あと2キロならなんとか。うん、風強いな、今日。強いですね。伝わってるかな。どうはめていくか。ここにはめる、ここにはめて、こっから、ああ、そうするか。はいはい、ここもうちょいやりますね。ジャッキで一回つけたい。ジャッキで。そしてビスで止める。ビスで止めるということです。ということですね。一応疑問点として、はい、ビスはどうなるんですか。ビスはそのまま埋め込んじゃいます。木が飲み込むってことですか。飲み込んじゃいますね。成長とともに。で、つけっぱなしですね。はい。出ないと浮いちゃう。針金かけたままね、畑に植えてそのまま飲み込ませたりとかする。ああ、そうですね。そういうのはありますよね。それと一緒ですよね。それと同じような感じですね。一緒ですよね。とジャッキでくっつくかどうかやってみましょう。ことが難航してます。かなり難航しております。かなり難航しております。なかなかうまく木がねちょっと硬いから、もう今日それがついたら終わりでいいぐらいの感動がありそうですね。そうですよね。これがついたらね。そうなんだけど。引きそうだけど、ジャッキもうまく当たるところがないですよね。そうなんですよね。さあ、このかどうか。引きそうな気はしますね。当たんなそうな。位置は違うんだよな。ジャッキがかけられるところだと、ちょっとずれてしまうと。そうなんですよね。引っ張る方向が。困ったな。それか、一回中でどっか打っちゃうか。中盤をね。うん、真ん中辺なら打てそうですもんね。ここら辺が打てそうですね。そうか、インシュロックでやってみるかな。ここでインシュロックが。インシュロックが登場です。登場です。結束バンドですね。結束バンドですね。はい、どうのがいいですかね、ここまで来ちゃうと。緑のタヌキが先に食べられちゃう。食べられるということに。寒さも原因ですよね。寒さも結構ありますよね。そうですね。下にこんな寒いなって思ってるぐらいの風が今日は吹いてます。吹いてますね。体感だと我々今あれですよね、マイナス40度ぐらい。マイナス40度ぐらい。極寒ですよね。そうですね。お、なんかいけそうな雰囲気が。お、なんとなく入りそうな。お、入ってる。お、ここはね、またちょっとここまで来れば。お、ここはいけそう。ここはいけそうですね。お、なんか入ってった感じする。入ってった感じがしますね。入ってった感じがします。感じがします。お、お、
お、入った感じする。大変なんですね、タヌキ。大変なんですね、タヌキってね。あ、ここも行きますね。上はなんか良さそう。ここ行けそうですね、うん、ここ行きましたね。じゃあ、行けるとこから。でもこれのそばがいいですよね、やっぱりね。入りました。入りましたね。ここ、あ、ここは後から。下がね、下が問題ですけどね。そしたら、一応ここはここで。ここで。はい。午前の部終了と。午前の部終了。ちょっと水つけておきますね、これね。はい。じゃあ、ここ頑張ります。頑張ります。はい。午後の部、スタートです。はい。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、ここからですね、一歩。はい、で、まずはですね、細い穴を開けて、そこに、ネジを差し込むと。ビスがこの太さなんで、これよりも細いやつですね。ネジの内径ぐらいのもののドリルを一回開けた方がいいんじゃないかなということで、はい、でこれがドリルなんですね、はい、逆です。来ました、来ました。それでドライバーで釘じゃなくてやっぱビスでステンレスですね。鉄だと錆びちゃうと。錆びちゃうってことですね、うん、これが一つポイント。ポイントですね、はい、でここでトルクでどうだろうな。これは回るスピードみたいな力というか、うん、とある一定の力がいったら止まるように。だから4とか7とか、一番強いのがだからドリルになるわけですよね。なるほど。いった。あ、でもいいや、これぐらいで。めり込みました。今めり込みましたね。もうちょい行ってもいいかな。止まんない、止まんないですね、木だから。あの金属だと止まるんですよね。あ、カチッと。要は食い込んでた方が飲み込みやすい、飲み込みやすいですね。あ、こんな感じになるわけですね。止まるんですね。はい、いいんじゃないですかね、こんな感じでね。こんな感じですね、はい、とりあえず一つ終わりました。問題は足元なんでね、お昼食べたんでちょっと元気になりましたね。ここですね、次はね、ちょっとまたセッティングに時間がかかりますので、はい、じゃあ少々お待ちください。少々お待ちください。オーストラリアの視聴者さん、はい、さすがですね。さすがですね。タヌキ。タヌキって知ってんのかな。知ってんじゃないですか。知ってるみたいですよ、ね、タヌキ。タヌキ、本物のタヌキ。本物のタヌキは子供で覚えてた。なるほど。ちゃんとしたタヌキね。なんですか、一緒に写真。さすが有名人。長いけどすごく盆栽が好きです。ああ、そうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はラッキーです。ラッキー。いやー、有名人。オーストラリアから。オーストラリアから。オーストラリア。お客さんが。お客さんですね。見えます。ここを潰したいんだよな。これでも出ちゃうかな。出た。出た。届かないか。届くか。動いてる。動いてるか。ここは、ああ。ここを入れたい。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 ここに。ちょっと待ってください。ちょっと待って。カンタ君がいないと。私の仕事が増えるので。お店のお店版になってますね。そうですね。盆栽運んだり、ぜひ売ったり、はい、いてほしいですね。そうですね。この辺で打ちたいですね。じゃあもう打ちながらくっつける。そうですね、本当はくっつけといてから打った方がいいと思うんですけど、うん、いいですね、穴を開けるんだの方がいいかなと思って。行かないか。行かない。ね、動かないですもんね。
あと問題はここなんだよな、一番。問題はそこですね。問題はここなんですよね。なかなか寄らないと。なかなか寄らないですね。とりあえず穴開け。とりあえず穴開けとこうと。開けとこうっていう。入ったけど入ったけどこんなお仕事になるとは思ってなかったですね。なってなかったですね。入ってんだか入ってないんだか、これじゃダメだな。もうちょい、わあやばい、皮がむけちゃいますね。とりあえずこれ行けるところまで行きましょうか。行けるところまで、だんだんいい加減になってきちゃったんですね、うん。なんかタヌキの達人みたいな人いるんですかね。いるんじゃないですかね。どっかいそうですよね。だからやっぱり開けといた方がいいですよね。一回ね。そうですね、うん。それかもっと全然細い時に入れちゃって、もう急激に太らせるとか、ね。まあそうですね。そんなことですよね。混乱してます。はい、全ての原因は寒さだと。いつもより口数が少ないのも、寒さのせいだと。そうですね、思います。はい。うーん、割れたちょっと割れてますね。これもういらない、遅すぎましたね。あの、うわー、ばっくりいってる。避けてますね。ちょっと同じ絵が続いてますので。ええ、そうですね。ちょっと。ちょっとしばらく。しばらく。カットしましょう。カットしましょう。はい、とりあえずですね。つけました。つけました。それとなくつけ、それとなくつけ、それっぽく。どうですか。やっぱりね、相当被害が大きいというか、やっぱり隙間がどうしても空いちゃうし。うん、やっぱ上の方行くとやっぱ細いですから、はい、細いビス使わない と、いけないんですけど、なかなかあの、ビスがね、ネジっていうかネジ付きの、プラスドライバーで曲がるようなネジになるとあんまりちっちゃいやつってないんですよね。だけど本当は、細い方がいいと。だすごい難しいところですね。ここはもうとりあえずなんちゃってなんで、はい、それとなくつけたんで、あとはもう正直言うと幹の太りに期待するしかない。でこういう隙間をね埋めてってもらうしかないんで、こういう隙間とか空いちゃってるんで ね、若干、うん、もう一箇所止めてもいいんですけど、とりあえずもうこれ以上被害は、これ一個打ちたいけどな。なんかね、あちこちつるんですよ。つる。もう一個だけ打つかな。まあいいか、一個だけ。あれちょっと始まっちゃった。太りに期待しましょうと、はい、いうことで、もうここまでバラしちゃったんで、思い切って植え替えまで、はい、はい、行っちゃいたいと思います。ちょっと一旦片付けましょうか。そうです ね、ちょっと疲れてますね。ちょっと片付けましょう。一旦大変だったみたいです。大変でした。鉢、はい、は本鉢に入れるそうです。本鉢に、はい、20万円ですから。20万円で売りたい。20万円で売りたい。数年後ですね。いや、3年後。目標は3年後、20万円。だから冒頭、20倍で売ったって言いますけど、20万倍です。20万倍。たぬきで20万倍。はい、あれビスがどっか行っちゃった。すっげえ。まあ、うまくいけば。いけばですよね。失敗すると、0円。まあ、もともと0ですからね。お得そうですね。お得だと思います。普通の赤玉と。そうですね、炭をちょっと入ってみたいですね、うん。これがフューガー。フューガーはね、軽いんですよね。だけどこれ炭も入っててね、結構いいんですよね。これフューガー、これがキリュウていうか、本当混ぜた方がいいんだけどね。それで正面とここ乗っけちゃっていいんですね。ここにね、乗っけちゃうと。はい、浅かったかなこれ。うん、ね、ちょっと浅かったのか。釘がそこか。釘があれ
釘の意味がなくなっちゃったな。これと縛る。そうですね。そうすると、はい、割としっかりするんじゃないかと。いいですね。20万ですか。ね、まあうまくいけば。うまくいけば。いや、50万って言われたんですよ。これうまく作れば。うまく作れば50万と言われてもらったんですか。ってもらったんですね。今のところゼロですから。買ったわけじゃないですかね。そう、あ、だからそういう意味じゃ8台。あ、8台ね。朝数千円。もういいじゃないですか。ただね、ちょっと失敗した植え付け角度は。あ、ちょっと 水かけて。はい。はい。こんな感じで、これが、ここが頭ですね。頭？こっから、こっから、うん、こっちの方の枝はもうどうでもよくて、これが裏枝でちょっと作っていって、はい、ここら辺は、まあ、ちょこちょこちょこっと多分作ると思うんですけど、うん、何でしょう、これは伸ばしていって、ここら辺で頭とか、あと、ここら辺にもしかしたら下から枝出てくるとか、うん、何でしょう、これを元気につけるってことですね。はい。ちょっとね、根が上上がっちゃうんで、もうちょっと寝かしてもよかったですね、向こうにね、これがね、うん、これがちょっとこう、まっすぐ上に向かってるように見えちゃうんですけど、うん、すごいシャリですよね、これ ね、シャリでこれを下ろして、これで頭をこっちに持ってきて、うん、まあ、問題ここですね、きっとね、うん、ここはね、このちょっと隙間が、そうそうそう、隙間がやっぱりあるんで、これが埋まるかどうか、埋まるかどうかですね、なかなかね、動かなかった、うん、だからやっぱり最初に少し曲つけといた方が、うん、やりやすかったっていうところですね。ここはもうかなり強引に曲げて少し割れたりしてますけど、こういうことですかね。あ、そうそう、シャリと、そうそう、ここですよね、ここはね、シャリと水水がここある、うん、この水水がこのシャリをこう噛むように今なんか入っちゃってますからね、少し膨らんできて、こっちのようなものをこっちで、そうですね、作りたいと、作りたいということですね。はい、ということです。ですね。はい。はい、ということで、まあ、非常に苦労しましたけど、まあ、とりあえず寒さの中、うん、なんとかできましたというところで、はい、20万倍に3年後にはぜひ。もともとゼロですからね。何かけても。そうそう、まあ、1円だとしてね。1円だとして20万円で、と2025年の5月。あ、6年か。26年。3年ありゃそこそこ行くんじゃないかと思うんですけど。この言葉を記録しておきます、ね。記録しておきましょう。3年後。3年後にこの木が。2026年の5月、盆栽祭りで20万円、はい、出るかどうかですね。期待してやりましょう。はい、はい、はい。焼肉行きましょう。そうですね。そっか、売れることを狙った方がいいですね、僕は。はい。ということで、今日は、タヌキでした。どうも。ありがとうございました。あ、でもね、昨日、まだ長くなるから前ね、昨日調べてたら、2020年の12月に動画を撮った佐藤さんが最後の時ですよ、本当に、うんうん、12月なんで最初ですね、ね、値上がりの半券買いの五葉松が、はいはい、あれ売れまして、はい、おそらく20倍20倍買った値段の、ええ、ネットでね、非常に安く購入して、ただそれ業者から業者に売られてるんで正規な値段だと思うんですけど、あ、20倍が実現したという報告で、でまあ、っていうか最近いろいろ買い物が多いんで、なんか昼間さん何者だとかっていう話が出てるんで、はい、一応そういうお金をね、入ってきたんで買ってるっていう、そう、買って作って、ええ、それを売ってでこう回してる感じですね、そうそう、回転してるっていう感じなんで、それでたくさんの木を扱えると、そうなんですよ、いうことです。とてもなんか御曹司とかとそれなんではありませんので、はい、ダイエットのしすぎ、うん、ほんと釣るんこういうとことか、さっきこれに釣ったからびっくりしちゃった。さっき来た方に「昼間です」って言ったら、はい、太ったから分かんなかったって言われた。僕今日エプロンした時にちょっと太ったかなってちょっと若干思ったんですよ。思ったんですね。まさか3キロ痩せたとは。ほんとだよな、ほんと痩せたのかな。痩せるって宣言してから1回太ってから痩せてるんじゃないですか。そうそうそうですよね。12月に宣言して1月に太ってから、そこから
5キロ、5キロとか3キロ。3キロ減ってるんで。元に戻ったぐらいでいくかもしれない。宣言時から元に戻ったぐらいなんじゃないかと思う。ないか。そうか。全然痩せてないのか。で、性行為が、正月太りという。そうなんですよね。正月太りで。ほら、また釣ってるし。また釣ってる。釣ってる。すごい、でも。日本にいっぺんに釣ったからね、ほら。おしゃれな。おしゃれな釣り方。調べましょうか。ねえ、ちょっとやばいかもしれない。寒い、ほら、バタバタつってる。やばいっすよ。やばいよ、指がつる。指がつる原因、冷えですよね、やっぱり。いいですよ、これ、うん、その2、脱水症状。あ、それは大丈夫だと思うな。水飲んでますか？あれ、お酒。お酒飲んでます。はダメですよ。お酒はダメ。お酒は出す、あの、おしっこいっぱい出るから。あ、だからお酒飲んで寝ると朝喉カラカラになってるじゃないですか、ね、そう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 、あれは脱水症状です。ああ、それ脱水なんですか。そうです。だから水飲んでください。いいっすか。あと疲労。疲労はなさそうだよな。肝機能障害。え、あ、肝機能ね。肝硬変。ああ、要はミネラルバランスを崩し。昼間さん、え、これって寝や上階の時にバラせますかね、赤まで。おまけ、ひるまさんは、もう一つ、もう一つのやつを修正しています。こんな感じで。ヒューさんは？私は、五葉松完成しました。完成しました。ちっちゃくなりました。ヘタの込みです。上手になったなぁ。いいですよ、それ。上手くなった。上手くなったなぁ。ね、みんなに褒められてますよね。はい、このこれどこですかね、これ、銀賞っていうのか。銀賞の五葉松が今ね、東潤さんにいっぱいあります。いっぱいあります。なので、ちょっとこの動画が公開するのはいつかわかんないですけど。はい、っていうか、3000円のところ、盆栽9を見たといえば、2500円。勝手に言っていいんですか。値段、でもそれぐらいのお値段だってことですよね。多分そのぐらいです。3000円ぐらいだと。はい。はい、お求めください。お求めください。私も買いました。私も買いました。はい。